渡辺千真、ま、渡辺千真は、長崎県南高木郡国見町出身のプロサッカー選手。J リーグ横浜 FC 所属。ポジションはフォワード。元日本代表。兄の渡辺大号、弟の渡辺三条も元サッカー選手。7歳の時に、兄、大号の影響でサッカーを始め、2002年国見高校に進学する。 同校サッカー部では一学年上の平山壮太、兵道慎吾らと共に攻撃をリード。2003年度のインターハイでは、得点王に輝いた。さらに、同年度の全国高校サッカー選手権を制覇。当時は主に攻撃的 MF を務めていたが、平山らが部を引退した3年時からは FW でプレー。2004年度の高校サッカー選手権には、キャプテンとして出場し、 厳しいマークにさらされる中でも正確なプレーでベスト4位入り。3年時の秋には、翌年開催されるワールドユースオランダ大会の予選を兼ねた AFC ユース選手権2004の U-19 に本代表として、高校サッカー部から唯一招集され、平山とポジションを争った。準決勝、対韓国戦で一得点を挙げたが、ワールドユースメンバー選出は叶わなかった。 2005年、早稲田大学に進学。足期州級部に入ると、1年次から出場を重ね、2年次からは、レギュラーに定着し、2006年、2007年と2年連続で、関東大学サッカーリーグ特典王を獲得。関東大学リーグ戦では、当時のリーグ記録となる、通算62試合で37得点を挙げた。大学サッカー界では、天才、怪物とも称され、 4年時には複数の J リーグクラブによる争奪戦となった。横浜 F マリノス監督の木村孝吉のポジションを開けて待っているというくどき文句もあり、2009年横浜 FM へ入団。兵道とは高校、大学に続きプロでもチームメイトとなった。新人ながら背番号9を与えられ開幕戦でスタメン起用されると前半3分に初得点を決める。 4月14日にはこの年の J リーグ新人選手の中では最速でプロ A 契約を締結した。チームの得点源として活躍し、上昇時以来史上二人目となる新人でのリーグ戦二桁得点を達成。また J1 第32節神戸戦でシーズン13点目を挙げ、白が記録した新人最多得点記録を更新した。同年12月21日、 アジアカップ最終予選を戦う A 代表に初、招集され、翌年1月6日のイエメン戦で、先発出場し、国際 A マッチ初出場を記録。平山聡太の得点をアシストし、ハットトリックをお膳立てした。2010年に横浜 FM の監督に就任した木村和氏からは、攻守の切り替えや味方へのパスの要求を課題に挙げられ、出場機会が徐々に減少。 2010年には、チーム内での最多得点を挙げたものの、目標としていた2年連続での2桁得点には届かなかった。2011年の J1 第2節川崎戦では、鬱憤を振り払う逆転ゴールを決め、ユニフォームを脱いで喜び警告を受けている。同年末には、神戸裏は FC 東京など複数クラブから獲得の打診を受け、横浜 FM との契約更新をこじ、 2012年 FC 東京へ完全一席。ポジション争いは厳しく J1 での出場機会は限定されたが、自身初参加となった AFC チャンピオンズリーグでは FW ルーカスに代わって一トップでの先発出場を続け、自らの得点でグループリーグ突破に貢献した。苦手としてきたポストプレーに取り組みながらも J1 第12節突戦にて、 自身初となる J1 でのハットトリックを達成した。2013年は、新加入のリタ・ダー・キララとの熾烈なポジション争いを制して、開幕からレギュラーを確保。前線からの守備や、ポストプレーを向上させたことに加え、ポジショニングを高め得点を量産。プレーの幅を広げて、ルーキーイヤー以来4年ぶりとなる2桁得点を記録し、J1 第19節大分戦で、 リーグ戦自己最高となる14得点目を挙げた。しかしシーズン半ば以降はスペースメイクに優れ渡辺と高連携を築いていた統計サトルがトップ下からサイドハーフへとポジションを移したことも重なって得点ペースを落としたがリーグ通算で17得点をマークした。2014年はチームの2トップと3トップの併用に伴いウィングにも廃され サイドから得点を狙った。不振の続く中で、武藤義則の台頭もあり、第20節突戦で約1年ぶりのリーグ戦ゴールを記録したものの、同年は出場、得点ともに FC 東京加入以来最小の数字を残してしまった。FC 東京との契約を残すも、2015年1月にビッセル神戸へ完全一席。ファーストステージは、 マルキーニョスとの併用でセンターフォワード中心に配されたもののなかなか得点を上げることができず部長に終わったセカンドステージにレアンドロが加入して以降はポジションを1列下げての起用が続いたが10月にはセカンド第15節山形戦のハットトリックを含め公式戦5試合で6得点とチームにフィットし自身3度目のリーグ戦2桁得点を記録チームを J1 残留争いから救った。同年の山崎ナビスコカップでは、出場8試合で大会最多の7得点を挙げる活躍でチームを過去、最高成績のベスト4にまで押し上げた。2016年、監督のネルシーニョから、チーム内での振る舞い、リーダーシップ、人間性などを評価され、自身初の首相に任命された。同年度は中盤。 左サイドで年間を通して安定したプレーを見せ、2トップのレアンドロ、ペドロジュニオールと共にゴールを量産。リーグ戦33試合出場12得点を挙げる、活躍で2年連続の2桁得点を達成した。専門主催点では、通年平均点においてチーム最高を記録し、クラブからも年間 MVP として表彰された。2017年シーズンはレアンドロが、 開幕戦で負傷、長期離脱することになったため、FW としてプレーする機会が多くなったが、シーズン初ゴールは、第11節の鹿島アントラーズ戦まで待つこととなった。キャリアにおいては2009年以来8年ぶりに、全試合に出場した。2018シーズンは、若手や、新加入選手の活躍もあり、先発出場が21節終了時点で10試合に、とどまっていた中、 J1 残留を目指すガンバ大阪からオファーが届く。当初、神戸側は渡辺の放出に消極的だったが、要求した長沢春の期限付き遺跡を G 大阪が受け入れることで進展し、8月13日に G 大阪に完全遺跡することが発表された。初戦となったベガルタ仙台戦ではスタメンで出場し、遺跡後初ゴールも挙げた。また、 第34節柏レイソル戦で J1 リーグ300試合出場を達成した。GU 大阪ではリーグ戦13試合3得点の成績でチームの残留に貢献した。2019年は前半戦は8試合の出場にとどまり無得点であったが後半戦で出場時間を増加させ3得点を記録した。2020年10月7日。 第10節サガントス戦にて、史上15人目となる J1 通算百0 0得点を達成した。2021年、横浜 FC へ完全一席。その他の公式戦。ありがとうございます。